イーロン・マスクさんはペイパルの共同創業者、そしてテスラやスペース X、スターリンクなど数々のアメリカのハイテクスタートアップ企業を起こしてきた人物です。そんなイーロン・マスク氏が作った会社の一つがボーリングカンパニーです。トンネルを作る会社なのですが、旧来のトンネルに比べて小型で細いトンネルです。そしてその中を車1台が通行できるというもの。そのボーリングカンパニーが作ったトンネル、ベガスループがCES 開催中のラスベガスに完成しており、実際に中を移動することができるので体験しに行ってみようと思います。地図を見ると私がいるのはセントラルステーションという場所です。いくつかホールがあるのですが、ここからサウスステーションという方に行ってみます。エスカレーターを降りるとこの先に乗車場所があります。トンネルはこのような形になっていて、大人の身長 1.5 倍ぐらいの高さでしょうか。トンネルの中はテスラの電気自動車に乗って移動するようになっており、乗車場所、駅はですね、このように近未来的。とても静かでスムーズですね。今ですね、このトンネルの中を時速30マイルから34マイルぐらいの速度で移動しています。今一息分移動してここで降りました。実際乗ってみるとですね、中はとても静かで快適です。一般的なトンネルよりも細い小さい作りになっていますが、車1台走行するには十分です。小さいことにはメリットがあって、普通のトンネルを掘ることが難しい場所でもこのサイズのトンネルであれば掘ることができると。今後ラスベガスの市街地にトンネルを拡張していく予定があり、行政の許可が下りれば別の場所、アメリカの別の場所にもトンネルが作られていくとのことです。地下トンネルの中を電気自動車で走る、まるで SF 映画のような世界ですが、これはもう今現実に起きていることです。渋滞が深刻な市街地において、地下の新しいトンネルを自由に走り回ることができれば、より安全で高速な移動が可能になります。そしてロケットの開発も行っているイーロン・マスクのことですから、ひょっとするとこの装置を地球以外の場所で使う可能性もあるんじゃないでしょうか。たかがトンネルと思わないでください。実際にこの細い道を通ってみるとですね、その先にある可能性にワクワクさせられること間違いありません。というわけで、今回はボーリングカンパニーのトンネルの中を実際に走行してみたというレポート動画でした。この動画が、ね、気に入っていただけたらぜひ評価をお願いします。そしてこのようなですね、テック関係の動画を今後もこのチャンネルでアップしていきますので、ぜひチャンネル登録を忘れなく。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。